島先生、島先生。何ですか？変な本ください。いいです。ただし、はい、ない本あります。はい、問題です、日谷先生。はい、この本はどんな変な本でしょう？ない本あります。いや、真剣に考えますよ。真剣に考えますよ。こっから、まあ、開かずにね。想定は何か原稿用紙ですね。ない本あります。ない本あります。へえ。開いたら一発で変な本だって分かるわけですか？あ、分かりました。ない本ありますですよね。そうです。この本、物語なんですけど、なとイが一回も使われてないですよ。おー。普通に読んでたら難しいですよ。なとイが使われてない。なるほど。なとイだけがなく、物語が構成されていると。その本も読んでみたいですでも作者の労力の割にあんまり楽しいようにならないですよ。気づかれないかもしれないから、ね、もしかして。今つらいな。何も絶対つらいな。じゃあ開いてみてください。はい、早速。お、この本ね、最近出たばっかりです。しかも4月に出たばっかりの本で、うん、はい、ツイッターで画像を募集してるんですよ、この作者さんが。はい、で、例えばツイッターでこんな写真が投稿される。あー、分かった。知ってる。そうか、そういうことか。この画像を元に何か想定で、これが、あー、かっこいいかっこいい。なるほど。架空の本にしてくれる。架空の本にしてくれるわけですね。そうです。写真を、画像を送れば、それこれ使うね、いいとこ使ったなっていうね。本当ですね。しかもタイトル、傾いた惑星、 SF ですね。この本の文庫の裏側の、はい、このあらすじ理由が細かいまで作ってくれると。 SF の傑作って書いてますよ傾いた惑星。あ、面白い。このツイッターでは多分そこで終わると思うんですけど、この本の場合は今、その本の文庫版になった架空の本のプロローグがこのバージョンでついてたりとか、はい、あと他の作品では途中のページとか、ちょい足しがね、増えてます、本バージョンになると。そう、嬉しくなっちゃいますね。じゃあ書影プラスちょっと中身まで書いてくれてるとこれね、写真の伝え方がね、すごい上手い。そうなんですよ。めっちゃ上手い。送られてきたら、これがこのような想定になると。そうですね。すごい。で、ちゃんとあらすじもついて、架空の作者もついて、この架空の作者のプロフィールまであるんですね心不全で死んでますね。そう芸が細かいんですよ。いやー、細かい。で、レシタって第4話のちょっと書き出しが入ってたりとかして、面白い。これ結構ね、楽しめるんですよ。じわじわ楽しめるっていうかね、じっくり見て細部を味わいつつ、なんかその本文のちょっとしたやつも読める。なんかこれ見てると、こんな送られてきた画像でない本をタイトルとこう作ったら、すっげえなんか面白そうな本になってるのに、世の中のなんか面白くなさそうに思ってこう一瞬これちょっと見習いたいですね。すごい見習いたい。そう、しかも一つ、もう一つ、めっちゃこれ後で後書き読んで、はい、おおと思ったんですけど、はい、これね、全部見たら気づくと思いますけど、ね、一つ一つ出版社文庫によって組版っていうんですかね、こう文章の、例えば2段組になってるじゃないですか、はい、うん、上下2段組ですね、はい、で、こっちは1段組になってるじゃないですか。お、本当だ。文庫によって例えばこの上の余白のが違ったりとか、フォントが違ったりするじゃないですか。まさか。はい、だから一つ一つ変えて、マジっすか、架空の文庫表に、フォントとか行間ともね、違うん、一つ一つ。すごい。架空の本をまあ、でっち上げるパターンっていうのは実は歴史の中にあって、スタニスワフ・レムのね、存在しない本の書評集とか完全なる真空ってね、はい、全然存在しない本をあたかもあるように書評で書くっていう、ね、本があったりとかね、架空本っていう、まあ、ジャンルもね、ニッチなジャンルもあったりする、まあ、そのなんか、まあ、最新バージョンでしょうね。これは架空本にここに書かれているあらすじとタイトルをそのままパクって本当にちゃんと書き上げた作家がいたら、これ盗作です。盗作になるのかな感謝される話ですかね。盗作じゃないですか盗作ですよね。なんていうんですかね、なんか王様のブランチで紹介されそうないい言葉なのかな僕に。いや、いい言葉ですよ。いや、なるほど。まとめますか。これは楽しみました。じゃあ、日谷先生、ない本あります、星いくつですか？
2つです。2回言いました。いやー、他の本って星をこう3個じゃなく2つか1つって言った時に作者に直撃するじゃないですか。なんかいや、あのさんの作った本はちょっと僕の中では星2個にさせていただきましたってことになっちゃうじゃないですか。でもこの本の場合2個って言ったら誰に言うの？まあ、どうする？いますかそれはそれ。あんまりこう、はい、誰か直撃しづらい、分散するんじゃないかなと思って。ありがとうございます。星2個ということで、はい、